臨席賜りまして誠にありがとうございます。ただいまより芝浦工業大学附属中学高等学校創立100周年記念403号機関車除幕式を開式させていただきます。私は本日の司会進行を務めさせていただきます八木沼愛子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに芝浦工業大学附属中学高等学校校長佐藤元也よりご挨拶並びに403号機関車の設置趣旨のご説明を申し上げます。佐藤校長お願いいたします。おはようございます。まずはですね、素晴らしい天気に恵まれて、まずはほっとしております。本日はどうもありがとうございます。それではですね、私の方から、今ご紹介いただきました校長の佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。これからですね、403号機関車の除幕式にあたり、一言ご挨拶、そして、この403号機関車の設置趣旨について、ご説明を申し上げたいと思います。まず本校はですね、鉄道開業50周年記念事業の一つとして1922年大正11年に東京鉄道中学として設置されました。その後東京育英中学、東京育英高等学校と校名を変更し、さらに時を経て芝浦学園と合併、高知を池袋板橋と移し、本日ここに芝浦工業大学附属中学高等学校創立100周年記念式典を担当することとなりました。創立100周年にあったこの記念事業を進めるにあたり、私たちはこの本校とですね、前身の東京鉄道中学とのつながりを何かこう象徴するようなモニュメントはできないだろうかということを考えました。そしてですね、この壮大ながらも蒸気機関車の設置、展示を実は検討いたしました。そして蒸気機関車の設置の実現に向けまして、昨年9月、本法人内に委員会を立ち上げました。しかしながらですね、この全国に蒸気機関車を探したわけですけれども、なかなか、この蒸気機関車探しは難航いたしました。そうしたさなか、本法人ともゆかりが深く、本校の卒業生でもあり、芝浦工大の卒業生でもあります、西武建設の加藤氏から、西武鉄道が蒸気機関車を所有しているというお話を伺い、ご紹介いただき、今回のご寄贈いただくこととなりました。このご寄贈いただきました蒸気機関車は1886年明治19年にイギリスのナスミス・ウィルソン社で製造された旧鉄道員403号機関車です。そして御年今年で満136歳となりました。全長は約9メートルで、皆さんが、もしかしたらご存知かと思われますが、D51、D51 などと比べますと大体大きさは半分ぐらいの大きさになっております。そしてこの、小ぶりながらもですね、ちょっとこの愛らしいその姿がこの豊洲の地に馴染むのではないかなと思われます。展示に際しては明治期の姿を再現するために西武建設さんのお力をお借りしまして、西武鉄道横瀬車両管理所にいまして、修復をいたしました。修復が終わり、移動設置の予定日はなんと台風14号の関東直撃という予報でありました。しかしながら9月19日の新豊洲設置時には奇跡的にも台風は去り、深夜にもかかわらず大勢の方に見守られながら無事この新豊洲に機関車の設置が完了いたしました。巨大クレーンで蒸気機関車を積み上げているその様はですね、夜空に舞うその機関車の姿はまさに圧巻でした。この403号機関車は機関車本体の汽笛を鳴らし煙も出る仕掛けとなっています。そして毎日12時と午後7時、午後5時、17時には汽笛と駆動音を流す予定でございます。この音は日本で唯一明治期の蒸気機関車9号を動態保存している愛知県犬山市にある明治村にご協力いただき採用したものでございます。昼、そして夜の2つのバージョンにしてアレンジをして流したいと思っております。
皆様にぜひお楽しみいただければ嬉しく存じます。また2022年4月に蒸気機関車設置に関するプレスリリースを行いましたところ、多くのメディアの方に取り上げていただき、それをご覧になられた港区 JR 東日本より施設の時期が同じ明治時代というご縁で、高輪築堤の築石寄贈の築石寄贈の、ご連絡をいただき、この石をレールの土台として使用させていただきました。なお、この築石場の土台の他にも、そちらにありますけども、このモニュメントにしてございますので、ぜひこれもご覧いただければ幸いでございます。そしてこの今回、403号機関車に関する詳細なパンフレットを、作成いたしました。そして、子どもさんに向けてもですね、リーフレットを作成いたしました。そしてこのリーフレットはですね、裏を返していただきますと、ペーパークラフトになっておりまして、組み立てると、この403号機関車になります。ぜひ作ってみていただければと思います。そしてこのリーフレットは江東区教育委員会のご協力のもと、区内の幼稚園、小学校、中学校にも配布、さらに区内各種施設にも配布させていただいております。また式典にご参加の皆様のお土産の中にもこのリーフレット入れてございますので、ぜひご覧ください。そして本校内にございます鉄道芝浦鉄道工学ギャラリーの中にも置いてございますので、ぜひお手に取ってご覧いただければ幸いに存じます。さて、この機関車プロジェクトの開発から約1年でこの403号機関車の新しい門出となりました。それも多くの方々のご協力をいただいてそのことであります。403号機関車の選定、修復、移動、設置では実に多くの方々のご協力をいただきました。この場をお借りしまして改めて厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。さて、また本日はですね、このように地元の皆様によりようこそ SL 祭りが豊洲6丁目第2公園にて開催され、もうすでにたくさんの方がいらっしゃっておられます。本校は2017年にこの新豊洲の地に移転してまいりましたが、これからも次の150年、200年に向けて403号機関車とともに走り抜けてまいります。この機関車が地域の皆様に愛され、豊洲の新たなランドマーク、さらには観光遺産となれば幸いにございます。以上をもちまして私のご挨拶をさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。佐藤校長よりご挨拶を申し上げました。続きまして、江東区長山崎隆明様よりご挨拶を賜りたいと存じます。山崎区長、お願いいたします。皆さんこんにちは、江東区長の山崎隆明と申します。今日はなんとこんな素晴らしい天気に恵まれて SL この機関車が江東区の地に、来ていただいたことは江東区としても大変嬉しく思います。この中学高校、芝浦工業大学附属中学高等学校はもう10年ほど前になりますが、この地には学校を建設することは実はできなかったんです。しかしながら芝浦工業大学は、豊洲に、しっかりと根付いていただいた、そういうこともありまして、東京都と掛け合って、この中学高等学校の用地を確保することができました。ですからこの地は今は、業務あるいは商業、居住、そして教育、このように豊洲地区は変わってきました。昔はですね、すぐそこには西川島播磨重工 IHI が船を作ってたんです。すぐこっちには三菱製鋼が鋼材を作っておりました。そのように工業の町だったんですね。例えばそれを表すのがすぐそこにあります、深川五中の高架の中にエンジンの音ろうろうという歌詞が高架に入って、います。今この辺りを見ますとララポートのそばには昔のクレーンが船を持ち上げる
クレーンが残ってモニュメントとして残ってますし、深川ご地蔵の前には怒りのモニュメントがビルの前に残っていますし、まあ、そうした中に機関車がここにあるということは江東区の大きな宝になりました。ここの通りがありますけれども、昔は東京電力と東京ガスがここにあって、ここで戦後の日本の経済を牽引するエネルギーの巨大基地だったわけです。ここには汽車が走ってたんです。今はゆりかもめですけれども、汽車が走って石炭を運んでたんです。千葉の方からまで続いていたんです。でそうしたことを考えると、本当にこの機関車がここに、設置されたことは江東区としては本当にありがたい、もう涙が出るほど私は嬉しい思いでいっぱいです。ぜひですね、この地の昔の姿があったこと、そして、芝浦工業大学附属中学校高等学校がここにあって、その学校が鉄道の専門学校であったという歴史もあるわけです。ぜひこれを機に中高の皆さんには日本の工業を引っ張っていただく、日本の産業を引っ張っていただくような優秀な学生さんを送り出していただくことを心からお願いを申し上げる次第でございます。今日はいいお天気でこんなにたくさんの方が来ていただいて、まあ、江東区としてもここが観光の拠点にこれからなる、またしなければいけないというふうに思っております。実は明日はですね、すぐ先の夢の島の陸上競技場でスケートボードの完成のセレモニーが、オープニングセレモニーを行います。金メダルを取った堀米雄斗君は、アメリカから来てくれってお願いしたら、もう飛んでくるっていうことで、そりゃそうだよ、飛行機で来るんだから飛んでくるんですけれども、明日も堀米雄斗君が演技をしてくれる。今日は機関車、明日はスケボー、なんと新旧が続いたということで、大変区としても嬉しい日でございます。どうぞ一つこの機関車をみんなで、地域の皆さんみんなで大切にしましょうね。ね、この機関車を大切にしてみんなで守っていきましょう。いたずらなんかしちゃダメだよ、落書きしちゃダメだよ。ぜひみんなでこの機関車を可愛がってください。お願いします。ありがとうございました。お客様ありがとうございました。続きまして、芝浦工業大学附属中学高等学校創立100周年記念事業の一環として、4号機関車を寄贈いただきました西武鉄道株式会社代表取締役社長北村君雄様に、学校法人芝浦工業大学理事長鈴見武雄より感謝状の贈呈を行わせていただきたいと存じます。北村様、そして鈴見理事長、どうぞ贈呈位置へとお進みください。それでは鈴見理事長、感謝状の贈呈をよろしくお願いいたします。感謝状、西武鉄道株式会社代表取締役社長北村君雄殿、記者は本学附属中学高等学校100周年記念事業の趣旨に賛同され、4号機関車403号機関車の寄贈を賜りました。今後とも末永く大切に展示管理をしてまいります。ここに深く感謝の意を表します。令和4年11月12日学校法人芝浦工業大学の理事長です。どうもありがとうございました。理事長により北村様に感謝状の贈呈を行わせていただきました。北村様ありがとうございました。理事長どうぞお待ちください。北村様どうぞそのままお待ちください。ありがとうございます。いいよいいよ。
それでは続きまして、西武鉄道株式会社代表取締役社長北村公男様よりご挨拶を賜りたいと存じます。北村様お願いいたします。ただいまご紹介をいただきました西武鉄道の北村でございます。まずは、本日は芝浦工業大学附属中学高等学校創立100周年誠におめでとうございます。このような栄えある席にご招待をいただき、また、感謝状をいただきまして本当に感謝申し上げます。この後ろにあります機関車、当社においては4号機関車というふうに呼んでおったわけですけれども、当社今年創立110年ということになりますが、まさしく100年前に現役に活躍をしていた機関車でございます。ちょうど1年前、鈴木理事長様から、この機関車を、創立100周年の記念事業として、ぜひ譲っていただきたいと、それについては100周年ということもありますけども、ものづくりの、精神を体現するようなものを、そしてやはり地元の皆さんに愛されるようなものをという強い、熱意を持って、お願いをいただきました。当社としてもそれまで埼玉の横瀬車両基地で保管をしておったわけですけども、そういう形で生かしていただけるならということでお譲りをしたわけでございます。今日こういう場面になりまして、我々が保管していた時よりも見違えるように本当にきれいにしていただいて、立派に設置をしていただいたということで、ここに至るまでの関係者の皆様に本当に深く感謝申し上げます。ぜひ末永く、愛していただければというふうに思います。今年は鉄道が開業して150周年という節目の年に当たります。さまざまなことがメディア等でも取り上げられておりますけども、一方でコロナ禍ということもありまして利用者の皆さんが減っているという苦しい状況にはあります。しかしながら、大勢のお客様を安全安心に目的地に運び、なおかつ人が出会う、あるいはいろんなことを体験するというお手伝いをするという意味においては、鉄道事業の使命というのは今までと変わるものではないというふうに思います。今後も我々は安全安心ということを胸にしっかりと鉄道事業を推進していきたいと思いますので、ぜひ皆様にもまたご利用いただければと思います。今後学校がまた次の100年に向けてますます栄えられますように、また本日ご列席の皆様のますますのご健勝を記念いたしまして、簡単でございますけども私から感謝のお礼といたしたいと思います。本日は誠におめでとうございました。北村様ありがとうございました。続きまして、403号機関車の除幕式に移らせていただきます。除幕を執り行っていただく皆様をご紹介させていただきますので、お名前が呼ばれました方は除幕位置までお進みください。まずはじめに江東区長山崎隆明様、学校法人芝浦工業大学理事長鈴木武雄、4号機関車を寄贈いただきました西武鉄道株式会社代表取締役社長北村公男様、千葉工業大学附属中学高等学校校長佐藤元也、スカイズ自治会会長広松博様、ベイズ自治会会長田上志音様、千葉浦工業大学附属中学高等学校生徒会会長佐々木日向さん、千葉浦工業大学附属中学高等学校鉄道研究部部長和田俊人さん、報道関係者の皆様、撮影される方よろしければ前方までお進みください。撮影のしやすい位置までどうぞお進みください。
それでは除幕式を執り行わせていただきます。マスクを外していただきました。ありがとうございます。ロープお持ちいただいておりますでしょうか。この後須崎東洋太鼓の皆様にドラムロールをお願いしております。私が1-2-3どうぞとお声掛けをいたしますので、そのどうぞの掛け声と同時にロープをお引きいただきますようお願いいたします。ご準備よろしいでしょうか。それでは須崎東洋太鼓の皆様、ドラムロールをお願いします。1-2-3どうぞ。皆様盛大な拍手をお送りください。またただいまドラムロールをご披露いただきました須崎東洋太鼓の皆様にも大きな拍手をお送りください。ただいまの汽笛はこの SL に取り付けられている汽笛にコンプレッサーよりエアを送り生音を出しています。続きましてアトラクションといたしまして12時に流す汽笛音を流したいと思います。今回は12時バージョンを流しますが、12時は午後も頑張ろうという天気の良い音調、そして17時はそろそろ家に帰りましょうという音調となっています。それでは12時バージョンです。お願いいたします。参加される2名の生徒さん、どうぞ記念撮影チケットをお進みください。